心臓稽古は日本の漫画家、男性、石川県出身、東京造形大学美術学科会が専攻卒業。妻は漫画家の谷口夏子。南京でデビューし、2009年に月刊、スピリッツで開始した森山中教習所で連載デビュー。月刊モーニング中において野良と雑草を連載。埼玉県立芸術総合高等学校卒業後、 東京造形大学美術学科会が先行卒業。週刊ビッグコミックスピリッツのスピリッツ賞に投稿の後、大学3年時に南京でデビューした。その後、月刊。スピリッツに森山中教習賞、週刊ビッグコミックスピリッツに僕らの噴火祭りを連載。2012年12月に平成23年度第16回文化庁。 メディア芸術祭漫画部門新人賞を受賞。2020年4月30日、抗がん剤治療のため、モーニング2で掲載している、ノラと雑草の連載を一時中断すると発表した。マリー・ポーム・ピュイとセバスチャン・コセによる、作画ユニット、ケラス・コエットによる、バンドでシネ作品、かわいい闇を読んだことがきっかけで、家猫文ちゃんの一年を描いたという、ありがとうございます。